こんにちは、まい先生です。今日は広い音域、手を広げなければならないようなところの音域の和音を弾くときのコツをお知らせします。手を開いて届きにくいところの和音下ろそうと思っても音が出にくいときありませんか？これは実は平らな鍵盤をこの広い音域上から指を下ろして掴んで弾かなければならない、そう思うだけで最初から前腕に力が入ってしまったり、手の甲より上に指を持ち上げてしまって構えてしまったり、こんな風に無理をしてしまって指が実際もう動けない状態になっていることが多いんですよね。指が動かないと重さが乗りませんから、それで和音の音が出ないわけです。これ実はどんなに広い音域のところでも指先さえ触れることができれば必ず音は出るんです。ですからまずは広くて弾きにくいなと思っても、鍵盤を下ろしに行く、弾きに行くと思わずに指先一つ一つをもうフラットな状態でだらーんと鍵盤の上に乗せて、指先が触れる、指先を触りに行こうと思うだけにしてみてください。もうそこに弾く形の指などいりません。指先がその鍵盤の上に触れることができたら、まずはそれで準備完了です。一旦もし力が入っているといけませんから、指先を乗せて触れているつもりかもしれませんが、息を吐いて全部の力を抜いてみてください。次にすることは、指先を真ん中に集める方向に動かそう、こんな風に思ってください。集める方向に動かせば実は重さが乗ります。ただ集めようと思って集める、指先を閉じながら持ち上げてしまうと鍵盤に重さが乗りませんから、持ち上げないようにしたいんですが、これも少し難しいですよね。指先を真ん中に集めながら手全体を下ろしてみてください。指先を真ん中に集めようと思いながら手全体を下ろす。今、ドミソシのフラットド、輪郭はオクターブです。この和音、私はギリギリ開いて9度、ドからレまで開く指ですが、オクターブがやっときれいに弾けるぐらいの手の大きさ、そんなに大きくない手の大きさですが、ドミソシと触れることができますから、指先を真ん中に集めながら手全体を下ろします。必ず音が出ます。これ導入期の幼児のお子さんたち、手がまだふにゃふにゃで柔らかいんですが、そんな時に3和音なかなか難しいんです。ドミソでさえ難しいですが、これも指が触れるようにまずは力を抜くところをしてもらって、そして指を真ん中に集めながら手を下ろす、こんな声かけをするだけでちゃんと3和音きれいに音が出るんです。見た目の先入観に惑わされないで、上から引きに行く、鍵盤を下ろすんだと思って構えすぎないで、前腕や手の甲に力を入れないで触れに行って、そして真ん中に寄せながら下ろす。ぜひこのやり方を試してみてくださいね。ピアノは指先が触れることができた場所はどんなに広くても必ず音が出ます。出ない時にはどこかに力が入っている、最初の準備の段階で構えすぎている、これが原因なことが多いです。ぜひ試してみてくださいね。今日は広い音域の和音の音を出すコツをお知らせしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。